今日も天気です。米中貿易戦争一旦小康状態なのでしょうか。やはり世界経済先行きはまだまだ見通しは立っていません。米中戦争がまだ終結したわけではないので引き続き見ていく必要があります。なかなか中国も追い詰められてきているのは確かです。しかし中国だけではないでしょう。一番最近考えるのは韓国の動向でしょうか。まだまだ国内がどっちの方向へ進むのか決まっていません。これから方向性が国民の間で決まると思います。韓国にはやはり徹底して自分たちの立場を伝えるしかないでしょう。これまでのことを水に流すようなことはできません。日本もそうですが、やはり一番怒りを買ったのはアメリカからでしょう。韓国も階段を踏み外したかのように現在経済政治全てにおいて落ち込んできています。日本への航空業務停止、一方的に韓国がやっているだけで業績悪化するのは当然でしょう。他にそれほど定期便があるわけではないでしょうから、日本の観光客増加は年々増しています。私自身の考えですが、帰ってよかったのかなと、考えます。
北朝鮮も少し違う方向へ行っているような気がしています。いろいろな発言を聞くと、やはり自分たちの存在意義を表しているんだろう、そんな感じはします。日本も国際社会ではやはり自分の立場を主張していく国にこれからはなるべきでしょう。今まで控えめであったがために、いろいろな利用されてきた経緯もあります。これからはまだまだ このアジアでリーダーシップを張れる、そんな日本に現在各国でいろいろな改革というか時代の革新というか転換期に来ているのかもしれません。技術革新が進む中、法律や人の考えなど大きく異なっていくのは時代の流れかもしれません。現在インドでも問題、非常に空が汚れている状況です。やはりそういう環境の面では全然追いついてないというのがすぐに分かります。綺麗な空を すぐ日本でオリンピックが開催されます。もう1年もありません。陸上競技に見るやはり IOC の権力は絶大だなと考えます。マラソンや競歩、やはり東京は悔しいと感じますが、暑さ対策ができているのかはまだ不透明なところでしょう。朝に開催すればやっぱりそれだけ寒いですので、涼しいという感じる
ところはあるでしょう。札幌に変わりましたが、札幌も結構暑いです。どうなることやら。それでは。